私は皆さんとこの壮大なカンファレンスセンターに集えることを感謝しています。実に多くの人が集っていますが、この偉大な大会を見たり聞いたりする無数の人々のほんの一部であることを知ると減り下る思いがします。もちろん、ヒンクレ大館長がいないことを寂しく思います。 しかし私たちは大官庁のおかげでより良い民となりました。教会はさらに強固なものとなりました。大官庁のおかげでこの世はさらに素晴らしくなりました。新しい大官庁会について少し話をさせてください。モーソン大官庁のことは昔から知っています。イスラエルの勇士であり、主の教会を管理するよう予認された人です。感動的な話や例え話で知られています。 しかし、大官長は、自分が話したことを実践する模範的な生き方をする人です。世の偉大な人々や権力者からも知られ、尊敬されています。しかし、つましい生活をしている人々から友と呼ばれていることこそが、彼を称賛すべき事柄なのかもしれません。大官長は親切で思いやり深い人です。その言動からは個人に関心を寄せていることがわかります。 アイリング艦長は資料深く、学識のある霊的な人です。教会内外の人たちから知られ、尊敬されています。誰もが耳を傾けたくなるような人であり、彼はアイリングの名をさらに素晴らしいものにしました。ウークトドルフ艦長とはヨーロッパで地域会長を務めた時に知り合いました。初めて会った時から、深い霊性と偉大な能力を秘めた人であることが分かりました。 主は彼を心にかけておられました。23年前、ドイツのフランクフルトで、ウークトドルフ館長をステー会長にメス特権に預かりました。私は彼の指揮下で行うことが全て成功していくのを見てきました。主が共におられるのです。彼のことを思うと次の2個が心に浮かびます。アレス・ウォル、ドイツ語で全ては良しという意味です。 イエス・キリストの真の弟子は常に個人に関心を示してきました。イエス・キリストは最高の模範です。群衆に囲まれ何千人もの人に話をされましたが常に個人に関心を寄せてこられました。人の子は迷い出た者を救うために来たのであると主は言われました。100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を残して1匹を見つけないであろうか。 これは主に従うすべての人に当てはまる事柄です。私たちは迷い出た者を探すよう命じられています。兄弟の番人でなければならないのです。この責任を軽んじることはできません。個人に関心を寄せなければならないのです。今日は迷い出た人について話をします。人と異なるために迷い出た人もいれば、疲れ果てた人、道から逸れた人もいるでしょう。 彼らは居場所がないと感じています。他の人と違うという理由で群れから離れてしまったのかもしれません。外見、行動、考え方、話し方が周囲と異なるということが、時に自分は馴染めないのだと感じさせてしまうのです。そして自分は必要ではないと感じてしまいます。 この誤解に関連しているのは、会員は皆、外見も話し方も振る舞いも同じではないといけないという間違った考え方です。主が様々な個性をお作りになったのは、オーケストラのピッコロだけを響かせるためではありませんでした。すべての楽器が貴重で、公共曲の複雑で美しい音色に深みを与えます。天の音知の子供たちには多少の違いがあります。 しかし、皆が人類全体に深みと豊かさを与える独自の音色を持っているのです。様々な個性があること自体、主が全ての子供たちを大切にしておられることの証です。主は人を偏り見るお方ではありません。むしろご自分のもとに来て主の慈しみに預かるよう招かれています。 黒人も白人も束縛された者も自由な者も男も女も決して拒まれない全ての人が等しい存在なのです子供の頃年上の少年の中に肉体的精神的な障害を持つ子がいました言語障害があり歩くのも困難でした少年たちはよくからかいました皆にからかわられあざけられ泣いてしまうこともありましたその子の声が今も聞こえます いじわるだよ、君たちは。それでも少年たちはその子をあざけり、突き飛ばし、笑いものにしました。ある日私はもう我慢ができなくなりました。まだ7歳でしたが、主から勇気を与えられ、友達に向かっていったのです。その子に触るな。からかうな。優しくしろ。その子も神の子だぞ。友達は逃げていきました。大胆な行動に出たので、交友うう関係が悪くなるのではと心配しましたが、 実際はその逆でした。その日以来、友人たちとさらに親しくなったのです。少年たちはもっと思いやりを示すようになり、良い人間になりました。以来、その子をからかうことはありませんでした。兄弟姉妹、自分と違う人に対してもう少し思いやりを持てば、世の中にある多くの問題や悲しみの重みは軽くなり、きっと家庭や教会はさらに神聖な天国のようなところとなることでしょう。 疲れ果てて堕落した人押しつぶされそうになることはよくあります今日のプレッシャーや要求毎日のストレスを考えると疲れるのも無理はありません力を発揮できなくて気落ちしている人がいます自分は役立たずだと思っている人もいますそして徐々にほとんど分からないうちに脱落していく人が出るのです 疲れ果てることは誰にもあります。私などは若い頃よりも今の方がよっぽど疲れるようです。ジョセフ・スミスやブリガム・ヤング、イエス・キリストでさえ疲れをご存知です。教会員が抱えている重荷を軽んじるつもりはありません。また、教会員の情緒的、精神的な試練を過小評価しようとも思いません。耐え難い重荷となることもしばしばあるでしょう。 しかし、イエス・キリストの福音には更新する力があります。主は、弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられると預言者イザヤは言いました。私は疲れを感じるとき、ジョセフ・スミスの次の言葉を思い出します。偉大な大義に前進しようではありませんか。兄弟たちを勇気を出してください。勝利に向かって進んでください。 心を楽しませ喜んでください。血は声を放って歌いなさい。木々は主を褒めたたえなさい。そして神の子らは皆喜び、呼ばわりなさい。不十分さのゆえに自分を過小評価している会員の皆さんにお願いします。一歩を踏み出し肩の力を持って車を押してください。 自分の力など足しにならないと感じていても、教会はあなたが必要です。主はあなたを求めておられます。主はその目的を達成するために、しばしば世の弱い者たちを選びになるのです。救い主の次の言葉を聞いてください。すべて重に多て苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。この約束に頼りましょう。 神の力は霊と体に勢力と活力を吹き込むことができるのです。この祝福を求めるよう強くお勧めします。主に近づくなら、主は私たちに近づかれます。なぜなら、主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはないからです。 疲れ果てている人に関心を寄せるとき、私たちは弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めているのです。ここに関心を寄せる指導者は、会員の限界を承知していながらも、彼らの力と能力を発揮させてあげたいと願っています。指導者は教え、支えますが、力以上に急いだり、働いたりするように強いることはありません。 忘れないでください。ゆっくりスタートを切った人が一番遠くまで行くこともあるのです。道からそれたために迷い出た人、主以外の人は皆過ちを犯します。問題はつまずいて倒れるかではなく、どう対処するかです。過ちを犯して群れから迷い出てしまう人もいます。 実に残念なことです教会は不完全な人たちが弱点を抱えたままであっても集まって成長する場所であることをご存じないのでしょうか死すべき状態にある不完全な男女子どもが毎週日曜日に世界中の集会所に集まり兄弟愛を深め慈愛を示していますそしてより良い人になり御霊を通して学び 周りの人に励ましと助けを与えようとしているのです。集会所の扉にこのような看板がかかっているとでも言うのでしょうか。入場制限。完全な人以外お断り。私たちが不完全だからこそ、主の教会が必要なのです。主のあがないの教義を教え、救いの儀式を施す場所はここです。教会はより良い人、より幸せな人になれるよう助けてくれます。 また事故を捨てて人に奉仕できる場所でもあります。主は人が過ちを犯すことをご存知です。だからこそ罪のために苦しまれました。私たちがやり直して最善を尽くすよう主は望んでおられます。罪人が一人でも悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びがあるのです。傷つけられたために迷い出た方に申し上げます。心の傷と怒りを脇に置くことはできませんか 心を愛で満たすことはできないでしょうかここにあなたの場所があります。来て群れに入り、あなたの能力と才能と技能を捧げてください。そうすればより良い気持ちになり、周りの人もあなたの模範からしく服されます。競技の問題で迷い出た方には、真理について申し訳を立てるわけにはいきません。主囲ご自身の競技を否定することはできないのです。この原則においては妥協できません。競技に同意できない人がいることは承知しています。 愚かであるという人さえいます。しかし、霊に関わることは人にとっては時に愚かに見えるといったパウロの言葉をもう一度お伝えします。それでも、神の愚かさは人よりも賢いのです。実際、霊に関わることは霊によって明らかにされます。生まれながらの人は神の御霊のたまものを受け入れない。 それは彼らには愚かなものだからである。また見たまによって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。イエス・キリストの福音が地上にあることを明かし,します。イエスは御父の教義を教えになりました。神の見心を行おうと思うものであれば、誰でもこの教えが神からのものか、私自身から出たものかわかるであろう。誰もが愛する人を心にかけています。励まし、使え、 支えてください。愛してください。親切にしてください。福音に戻ることもあれば戻らないこともあるでしょう。しかし、いずれの場合でも自身の身に受けているイエス・キリストの皆にふさわしくありましょう。この美しい地球に住むすべての人に声を大にして厳粛に明かします。神は生きておられ、イエスはキリスト、救い主、王であられます。 主はジョセフ・スミスを通して、ご自身の真理と福音を回復されました。主は預言者と使徒に語られます。モンソン大官庁は主によって油を注がれたものであり、今日教会を導いています。イエス・キリストの皆により、アーメン。